ということで、早速ですね、台東さんのテトテコネクトという新しい音楽ゲームを、遊ばせてもらいました。簡単な感想で言うとですね、見た以上に結構難しかったですっていうのはね、この大画面でね、いろんなノーツがいろんなところに出るから、とっさには判断できなくて、赤を赤で、青を青で、ちゃんと触るのは最初はすごく難しかったですね。でも2回目挑戦した時は、このキャラクターが出てるわけなんですよね。そのキャラクター の踊りを真似するつもりでやると比較的分かりやすく、キャラクターが左手をこっちに持ってったら自分の手もこっちに持っていく、右手を持ってったらこう持っていくっていう風にやれば意外とできました。なのでやっぱりこのゲームはそのキャラクターの踊りをうまく真似する、ここに一番ポイントがあるように思いまして、そのキャラクターとのインタラクションを楽しむっていう要素もあって、結構新鮮な、ゲームだったと思います。まあ、音楽ゲームなんで、まあ、いろんな曲とかも入ってるんですけど、まあ、今後もどんどん増えてくるだろうし、このキャラクターも今8体いますか、いろんなコラボもあるらしくて、今回初音ミクのコラボも発表されましたが、まあ、もしかして自分が好きな推しキャラと一緒に踊れるかもしれないっていう魅力が詰まったゲームです。まあ、なんといってもこの大画面なんですごく新鮮な体験でした。ということで、テトテコネクトの感想です。